こんにちは。歌舞伎ソムリエの奥田健太郎です。プロ野球の日本シリーズが終わりましたね。まあ、ソフトバンクホークス、強かったですね。もう、なんていうのかな。カンプなきまでにジャイアンツを叩きのめしたという,う、そんな表現をね、思わず思い出しました。圧倒的な 強さだったと思います。本当におめでとうございます。また、あの、敗れはしましたがね、えー、セリーグのジャイアンツも、セリーグの代表としての、あのー、その栄光というものは、あのー、立派に今年も刻まれていることでございましてね、えー、また来季へ向けて、えー、さらなる、あのー、発展をお祈りしたいと思います。まあ、僕、本当野球も好きでね、 えー、あの、自分の地元ということで言うと、名古屋の中日ドラゴンズというチームに長年愛着はいただいておりますけども、でもあの、広島エリアのお友達が多いということで、あのー、広島のカープも、やっぱり思い入れがありますしね、まあ、要するに野球そのものが好きなんじゃないかと思うんですよね。えー、まあ、そんなことで、えー、今年の日本シリーズもー、楽しませていただきました。それで今日はね、 あの、ちょっとその、こんな方向から見てみようかなと思うんですね。その野球の現状。それはね、12球団の、まあ、セリーグ、パリーグ合わせて、えー、各ね、えー、チームのね、監督、コーチ、まあ、いわゆる首脳陣ですか。そのね、メンバー構成っていうのをね、ウェブサイトでずーっとこう一覧してみたんですよ。そしたら、くしくもね、 今回、セリーグ、パリーグをそれぞれ優勝チームとして制したジャイアンツ、それからホークス、この二チームだけがですね、いわゆる1軍、2軍、3軍という、それぞれの監督、それからコーチですね。コーチというのも、バッティングコーチ、ピッチングコーチ、守備のコーチというふうに、その、それぞれの役割分担をより細分化した、 まあ具体的な役職名として、それぞれの監督、コーチの名前が列記してあるウェブサイトに紹介されてるというのは、ジャイアンツとホークスの2つチームだけなんですよね。12球団のうちね。うん、ということはそれだけやっぱりね、まあ他にも、その、3軍という組織。 えー、まあ、これかつてはなかったものですよね。まあ、育成選手、育成段階の、その選手枠というものがだん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 、まあ、近年、プロ野球において整備されてるんですけども。えー、でもそれを受けてね、うん完全にそういう3軍まで、えー、そういう監督やコーチングスタッフも含めて、えー、1軍2軍と対等にっていうのかな。 うん、平等にウェブサイトにも紹介してるっていうのはね、本当ジャイアンツとホークスの二チームだけなんですよね、うん。ということは、それだけやっぱり厚みのある選手を育て上げていく組織をちゃんと持っている両球団が今年は死を決する、まあ、日本シリーズで、えー、勝負をしていたという、そういうことが言えると思います。うんで とりわけ、その、この日本シリーズに勝った方のホークスですよね。これがね、だって、あの、ピッチャーで言うと、千が、初戦の先発ですね、勝ち投手ですよね。で、二戦目の石川、え、それから、あの、セットアッパーで出てきたあの、サウスポーのモイネロ、うん、外国の選手ですけどね、外国人の選手ですけども。それで、そのピッチャーを受けるキャッチャーの甲斐、 うん、あの、肩も強い人だ。今回2本ホームラン打ちました。すごい、9番バッターとは思えないような、ものすごい豪快なスイングでしたよ。うん、でしょで、トップバッターのシュート。うん、それから、えー、ちょっと待ってくださいね。牧原、大竹といった両選手も、育成選手から、だん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 こう育って育って、今や、本当に、 この、だって日本シリーズのスターティングメンバー、あるいは先発投手、うん、それからその勝ち投手としての勝ち試合での、勝ち試合での、本当勝ちパターンでの、ね、あの、8回あたりを、こう、任せられる、うん、ピッチャーとして、育成選手からずっと、 ねえ、だん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 こうレベルアップしてきたメンバーがもう何名も何名もこう名前を連ねてるわけでしょ、うん。で、そういう球団が日本一になったと。うん。で、これはすごいことだなと思うんですよね。うん。でね、あのー、そこでちょっと比べるというか引き合いに出す、思い出したのが、まあ、歌舞伎なんですよね。うん。で、あのー、今、 本当に日々舞台で、えー、ご活躍なさっている歌舞伎役者さんの中にも、いわゆる国立劇場という、あの東京の,あの皇居に面して立っている劇場ですね、えー。で、あの劇場が、まあ、養成家という、そのカリキュラムを持っていて、えー、そこで基礎訓練を受けて養成所で、そこからそれぞれの歌舞伎役者さんのおうちに、 正式に弟子入りしていったという,う役者さんたちね。うん。役者さん全体の人数の、もう今、過半数なんですよね。その育成システム、養成システムを経て、プロの役者さんとして活躍なさってる方たちっていうのが。で、えもちろんその、代々歌舞伎役者さんのお家という,う、そういう、あの、バックボーンの役者さん、 と比較すると、本当にあの、主役クラスのね、あのー、登場人物、うん、まあ、キャスティングとして、えー、その育成枠の人がですね、養成枠の人もそこにも切り込んでいくっていうのは、まだ正直ちょっときついとこはあるかもしれないけども、それでも少なくともその絶対的なその人の数ということで、養成上から 歌舞伎役者になった人という、そういう人たちの存在感だとか力なしには、今日の歌舞伎っていうのはもう本当に成り立たない世界となってます。うん、ということはやはり、まあその、特にね、養成システムっていうのが本当立ち上がった時期というのは、本当にその養成システムだとかがない叩き上げで、最初からその、あの、直に、 あの弟子さんとして文句を叩いた,た人だとかまあいろいろいらっしゃるわけでしょ、うん、でそういう人たちと養成所を経てきた人たちっていうのはねやっぱりなんかそのあのコミュニケーションのギクシャク感とか圧力とかもあったというようなことはあの僕ちらっと伺ったことがありますけどもねうん。 まあ、やっぱりでも新しいシステムを導入するときってのは、どんな世界でもそういうことはあるでしょう。でも、そこからだん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 こういう時間、年月、そして何と言っても舞台という場数ですよね、うん。を重ねる中で、やはりその養成システムというものが今、歌舞伎の世界の中で大きな存在感を持ってる。だからこそ、ね、まあ、今年はあの、いろいろコロナで、 公演が思うように打てないという事情はありましたけどもね。だけども、東京の、まあ今、今ば歌舞伎の一番のフランチャイズである歌舞伎座という劇場が1年12ヶ月、なんといっても公演が打ててる。まあかつては1年打てない歌舞伎座というのが全然珍しいことじゃなかったんですよね。かつての歌舞伎界においてはね。うん。でも、まあ平成の初期からかな。完全に1年12ヶ月歌舞伎というのが まあ、歌舞伎座では定着してます。で、そういうのの、あの、ずっと維持できてるということの一つの理由というかね、支えになってるのはやっぱりその養成システムというものがそれだけ歌舞伎の世界に定着して、そこから排出されたいろんな役者さんたちがですね、日々頑張ってらっしゃると。うん、これ抜きには考えられないと思うんですよね。うん だからね、今回のソフトバンクのホークスのね、この日本一チームの中に、やっぱりその育成選手から叩き上げでぐらーっと、あのこう育成選手を経て、ね、こう力をつけて、あのグラウンド狭しともう大活躍してる人が何人も何人もいたことっていうのがね、やっぱりね、今日の歌舞伎ともね、あの、共通したものがあるなということは、あの、僕感じたんですよね。うーん ですから、これからそういう育成システムというものを経て、プロ野球の世界で、野球の世界で自分らがどこまで通用するか試してみようと、トライしてみようというね、方たちにとっても、今回の日本シリーズってのは本当に励みになる、これからの支えになる、うん、そんなシーズンの、あの、日本シリーズだったと思いますね。で、そういう日本シリーズが、だって、 プロ野球だってそもそもこのコロナということで野球が開幕できるかどうかもわかんなかったと思うんですよ、今年ってね。うん、でもいろんな人たちの努力、まあその協力というものがあって、えー、無事にペナントレースが幕を開けてですね、この、ちゃんと最終的なゴールを日本シリーズでその最終的なそのゴールのテープを切ることができたという、そういう年に、 そういう育成選手からのいろんな力がですね、もう本当に躍動してた日本シリーズになったというのもね、非常にエポックだなという気がするんですね。うん、だから、歌舞伎の育成システム、養成システムということも今回の日本シリーズから勇気づけられる。うん、歌舞伎の世界がやってたことも間違いじゃなかったんだっていうね。 うんそういうメッセージも受け取れるようなね、あの、今回は野球の日本シリーズだったんじゃないかなと、まあ、そんなことを思う次第でございます。改めまして、ホークスの皆さん本当におめでとうございます。えー、そして、あの、すべての野球選手の皆さん、そして野球の関係者の皆さん、まあ、今年大変な年ではあったけども、プロ野球というものをね、公、え、表、ー、していただいて、 僕ら野球ファンが楽しませていただいたことに心から感謝を捧げたいと思います。来年もますます、来年以降もますます楽しい思いを、楽しい、そしてね、あのー、深い中身を伴った日本のプロ野球であることを応援し続けたいと思います。ありがとうございました。